中石平野中石平野は平野の一種であり、主に河川による堆積作用によって形成される地形。河川によって運搬された採設物が山地間の谷底や山地を離れた平地、川口、さらに沖合にかけて堆積して平野となったものを言う。谷底堆積定地、扇状地、氾濫、原、三角州などの総称。 海浜堆積物によって形成される海岸平野と区別される。川なり堆積低地とほぼ同義。中石低地、中石地とも言う。かつては、中石与に形成された平野についても、中石平野と呼ばれていた。そのため、海岸平野の内関心与に形成されたものは、中石平野に含まれていた。現在では、中石与という時代区分用語は使用されていないため、 中世平野という語を、形成時代的な意味合いで使用することは推奨されない。中世平野は、上流域から下流域に向かって、谷底堆積低地、扇状地、氾濫、原、三角州の順に配列される。同じ河川において、蒸気の地形種の順序が変わることは、ほとんどない。しかし、急峻な山地を流れるような土砂供給量の多い河川では、 素流な砕雪物が下流域まで運搬されることにより、扇状地が海岸にまで到達し、砂底室の堆積物からなる、氾濫源や三角臭が形成されない場合がある。一方で、土砂供給量の少ない河川では、扇状地が発達しない場合がある。一般には、水害の危険が高いが利水しやすく、肥沃で平らであるため濃厚に適する、多くの文明が、中石平野で発祥している。 中石平野は災害に対して脆弱な地形であるものの日本においては人口の大部分が中石平野に集まっている。中石平野の地層は沖石層と呼ばれる。形成年代が若く締め固まっておらず、地下水面も高く水分に富むため軟弱地盤が広く分布している。初めて関東平野に大規模な軟弱地盤が広がっていることが発見、確認されたのは 関東大震災の復興局による調査によるものである。復興局は、ボーリングマシンを輸入し、特化数といわれる、現在の標準加入試験の原型にあたる調査を実施したことにより、埋没国とお奇跡層の分布が作成され、それにより初めて柔らかい地層が数十メートル分布することが確認された。ABC 大田洋子ほ日本列島の地形学、 東京大学出版会 P146ABC 第4期 Q&A 日本第4期学会2018年12月14日閲覧 ABCD 鈴木隆介建設技術者のための地形図読図入門第2巻提示古今書院 P295 ありがとうございます